今回の分かち合い井戸端のおしゃべり、モーセ五書のタイトルの暗号メッセージに迫ります。モーセ五書はヘブル語でトーラーと言います。このトーラーのタイトル、日本語では創世記、新命記などその書かれている内容を集約したようなタイトルになっているんですが、言語ヘブル語ではそうではなく、最初の一文の中から一言二言が選ばれてタイトルになっています。そして私はそれを知った時に、モーセ五書、トーラーのヘブル語タイトルを調べ並べてみると大変なことが分かりました。それではご紹介いたしましょう。モーセ五書、ペンタチューク、ギリシャ語でペンタチュークです。ヘブル語でトーラー。この、モーセ五書の5つのタイトルを、日本語、そしてヘブル語、そしてそのヘブル語の意味ご紹介いたします。創世記、ベレシート、はじめに。出エジプト記、シェモース、な。レビ記、ワイクラ、神は呼ばれた。民数記、アレノニ、ベミドバルですね、ちょっと前後しましたけれども。新命記、デバリーム、言葉。さあ、この5つを並べてみると、初めに荒野で呼ばれたのは言葉。教会に行ってらっしゃる方や聖書を読み込んでいらっしゃる方は、この並びを見た時にゾクッとなさったと思います。私もこれを聞いた時に、これは暗号のメッセージだと思ってしまいました。一方、聖書をまだ読み始めたばっかりの方や、クリスチャンになろうかなとか、クリスチャンって何っておっしゃってる方で、これをご覧くださっているあなた、あなたに祝福がありますよ。そういう方はこの並びを聞いても、あっって感じだと思います。この謎の答えなんですけれども、答えから言ってしまいます。私の考えです。これはあくまでも私の考えなんですけれども、この暗号は何を言いたいかっていうのは、2つ可能性があります。このうちのどちらか一つなのかもしれませんし、どっちもなのかもしれません。おそらくどっちもだと思います。私の考えるこの暗号のメッセージの解決っていうか、あの答え、その1、聖書の神秘はキリストによってにしか、よってしか解明されない。鍵たるキリスト、聖書の神秘、つまり神の英知はキリストをフィルターにしないと分かんないんだよということが言いたい。その2、エロヒームの正体です。これは、次回から創世記1章そして2章について、なんせ創世記について私が学んだことを皆さんと分かち合いたいと、まとめリポートの動画を作っていきたいと思っているんですけれども、その中でも触れていく重要な鍵になっています。詳しくはブログにまとめますんで、説明欄に書かれている私のブログをご覧くださいませ。はい、でちなみにまだこの撮影時点では書いてません。近日中に書きますんで、ちょく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 クリックしてみてください。それでは皆さん、祝福がありますように。シャローム。